女性宮家は、日本の皇室に絡んで使用される用語の一つ。以下のような定義が存在する。大日本帝国憲法下の旧皇室典範を呼び、日本国憲法志向に伴って制定された現、皇室典範では、皇室の当主である天皇は男性のみ認めており、女性天皇は認められていない。また、皇室典範は、女性皇族が天皇を呼び、 皇族以外の男子と結婚した場合は、皇族ではなくなることが規定されているなど、男系皇族を前提としており、結果として、将来において、女系皇族及び、女系天皇を完全に排除している。これらのことなどから、三宅創設は、男性皇族に限定されており、女性皇族が三宅を創設した例はない。ただし、現行の仕組みでも、三宅当主である、 男性皇族の皇居後に、三宅の中にいる、女性皇族が、三宅の当主格になることは可能である。1984年に、高窓の家を創設した、のり親王新郎が2002年に皇居した後に、親王妃久子が、高窓の宮の当主格となっていることなど、民間出身の女性皇族が、三宅の当主格であった例はあるが、女性宮家に該当しないとされる。 皇室の歴史上、皇統に属する女性皇族が当主となった三宅は、江戸時代に、京急を継承した都市内親王の一例だけである。京急家は、当主が1863年に死去して継承者が、不在になったため、中継ぎとして、前当主のイボ姉であった都市内親王が当主となった。婚約者であった、官員の宮愛人氏親王が、 結婚前の1842年に死去して、独身であった都市子内親王は、京急を継承した後も結婚することはなく、1881年の都市子内親王の死去により京急は断絶した。戦後の1947年10月、連合国軍占領期に連合国軍、最高司令官総司令部の政策により、伏見宮系統の皇族が大量に、 皇籍離脱し、皇室に残った、直期宮家において1965年の秋篠宮文人親王誕生から2006年に、久人親王が誕生するまで41年間は、皇室に男子が誕生しなかったことから、皇位継承資格を有する若年の男性皇族が、不足しているという皇位継承問題が発生している。皇族の減少については、 皇位継承問題のみならず日々の皇族による公務にも悪影響が出ていることが指摘されている。現皇族に皇族現象による公務の集中が続いており、こうした点からも女性宮家の創設を主張する意見が出されている。また、2019年の金城天皇への皇位継承の時点で男性皇族の内後期高齢者となる75歳より、年下の皇族は、 秋篠宮家の二人にまで減少し、将来的には、現行の公務、祭祀を行うことも困難になりつつある。順序は、摂政の就任順。ありがとうございます。